岐阜県岐阜市にある彼女の模型です。彼女は1445年、美濃守護時家の執権であった斎藤利長が築いたお城です。1538年、斎藤氏は断絶し、斎藤氏の名跡を襲った 長と嶋政が稲葉山城に本拠地を移した際に廃城になりました。現在の加納城は、関ヶ原の戦いで勝利を収めた徳川家康が、豊臣型の巻き返しを防ぐために大拡張して築いたお城です。奥平信政が城主を任されました。かつては二の丸、三の丸、南の丸がありました。現在は本丸と堀、石垣、土塁が残っています。